14番して最後に収まってゲートインが終わりましたスタートしましたさあまず横に広がっての先行争いは5番のクリノ・ヴィンセントがわずかに出るか気合をつけて7番ガスクオンディープそして9番のドゴンも上がっていきます内から2番のヒナノコ番が行って外は11番ゴールドレコーダーその後6番ニューノーマルがつけていますその後1バシン,ンから2馬シ切れて外は14番して インコースからは8番のクロスライセンス1コーナー回っていきました。先手は5番クリノヴィンセント取りました。1馬身半リード。7番ガスコーンディープ2番手2コーナー。1馬身半差9番のドゴン3番手。その後1馬身半11番ゴールドレコーダー4番手。そのうち2番のひなのコ番で向こう上面にこれから出ます。2馬身差6番ニューノーマルは先段の後ろ先頭まで7馬身ぐらい。その後14番してが続いて向こう上面です。1馬身差8番クロスライセンス外は13番ベルテンベルク中段の。 後ろその間、番エンライトメント外は3番バレンタインソング続きました2馬身切れて12番のガルバニック後方から3投目4番ミッキー・ブンブン 1000m59 秒1のペース最高峰10番のディオファントスディオファントスは最高峰ですこれから3コーナーカーブを回ります5番クリノ・ヴィンセントをかわして今度は7番のアスコンディープ先頭に変わるか3コーナー600を切りましたがまた前に5番クリノ・ヴィンセント出ました1馬身差11番ゴールドレコーダー3番手インコース4番手2番の の子番で4コーナーカーブその後じわっと6番ニューノーマルがこれに接近していきましたその後追って追って13番のベルテンベルクさあ第4コーナーカーブから直線構成向かいました今度は7番のアスコンディープが先頭に変わったアスコンディープしかし外から一気に6番ニューノーマルが先頭に変わったこれを追って13番のベルテンベルクが2番手に上がって内を狙って8番のクロスライセンスが3番手から2番手を追う先頭は完全に抜けた6番ニューノーマルゴール2着13番ベルテンベルク 内から足を使った8番クロスライセンス僅かに及ばずの3着でした。